台風15号の被害を受けた千葉県南房総市で復興イベントのバレーボール大会が行われています。館山市、鋸南町、南房総市、鴨川市の PTA によるチームのバレーボール大会は9月に予定されていましたが、台風15号の影響で中止になりました。しかし台風に負けたくないという声が上がって、復興イベントとして今日大会を開催することになりました。家の状況が大変、建て直しの方が大変っていう方ももちろんいるんですけども、いつもの時間にみんなが集まれてた、もう台風の前と同じような生活を戻していってるような状況だと思います。18チーム300人以上が参加していて、体育館には元気な声が響き渡っていました。大会は夕方まで行われます。